皆さんこんにちは歴戦二講師の雲野です、えー、それでは、えー、今日はですね令和三年度司法書士試験に最終合格されました西川さんをお呼びして、えー、貴重なお話を伺っていこうと思いますそれではあの西川さん、えー、自己紹介よろしくお願いします、はいえー、令和三年度合格しました西川と申しますよろしくお願いします今日はよろしくお願いいたします えー、それでは早速なんですけれども、はい、司法書士になる前に司法書士を目指す前にですね、はい、どのようなお仕事をされていらっしゃいました。はい、えー、不動産の賃貸の管理業務に7年ほど従事しておりました。えー、主にそこでは賃貸借の契約の締結また署名の作成や拒出の不具合の対応などを行っておりました。ではあの働きながらあの、はい、勉強していらっしゃったような形ですか。そうですね。はい、ずっとあの試験の直前まで。あえっ、ー、とー。 直近の1年間はあの仕事を辞めて専業受験生として勉強しておりました受験回数は何回でいらっしゃいましたっけはい、えー、2回ですね 2>, 2回、えー、レックのお初級講座の15ヶ月合格コースの1年目学んでいただいて、はい、でその時は働きながらそうですねはいでその後を実践力パワーアップ講座の方を受講されたんですよ、ね、はい、はい、そうですね、はいはいえー、それではあの 一回目の受験の時の成績ってどれぐらいだったか覚えてますか。はい、はい、えっ、ー、と午後が二十八問正解できておりまして、えーえー、あ、午前ですね。午前ね。午前が二十八問、はい、でもすごいですね。はい、で午後が二十二問ですね。 じゃ、あ午後がちょっと足りなかったとい形。そうですね。そうすると記述は採点まではいかなかった。そうですね。で、一年目不合格で、その後実践力を。取りになった。そうですね。はい。この実践力パワーアップ講座、主にあの二年目の方を、まあ、対象にした講座なんですけど。はい、この講座で、こう良かったなって思うところありますか。はい。はい、え。 分かりました。えっとやはりその初級講座よりも、あの発展した内容を学びながらも、その試験範囲を網羅的に再度学び直すことができたというところが非常に良かったと思っております。えっと、一応私、私あの1年目の受験では、あの基礎や発展などところどころ知識が抜けてしまっていたというところも感じておりましたので、あの再度網羅的に学ぶことによって、あの知識の抜けを補填して全体的な底上げができたと感じております。 そうするとあの、1年目も私の初級句をで,、はい、ですの、ね、でそのまま私の実践力の方で、はい、あの受けていただいたということですよね。 1>, あの1年目に使っていたブレイクスルーテキストと実践力のテキスト違うじゃないですか、はい、そうですね,ねそのテキストについて何かこう印象残っていることがあれば教えていただきたいんですけどそうですねあのやはり実践力の方がより発展した内容が書いてあったでかつその編みかけ表記そうですね今今日持ってきていただいたんですよねこれあのあの西川さんがちょうど本当に使われたもので、はい、ここですね編みかけですね。そうでで、ねねはい、なの,でのそういったところであの まあ重要な箇所があの一目といいますか瞬時に分かるあのようになっておりましたのであの復習の時ににには非常に有効に活用することができました確かにこの網がかかっているところとそうじゃないところを区別しましょうなんてことは結構私も言った記憶があるんですけれども、はい、じゃあ復習の時には結構この網かけ部分を中心に見ていただいてたうですね、はい、あの効率よくじゃあ,あの復習ができたんじゃないかなと思うんですけど。はい、はいはい そうするとあの私の講義を受けてなんかこう、はい、お覚えていることですとか感想、はい、あの印象に残っていることがあれば、はい、教えて頂ければと思うんですが、はいはい、あのやはりその運動先生の講座の時にあの個人的に印象に残っているものはその講義中であったりの運動先生の雑談があの非常に覚えております。<laughs> で実際そののの試験の範囲ですねあのやはり身近にないものが 多くありましたのでその運の先生の実体験を踏まえたお話などもあの聞くことによってあの想像しやすく、えー、知識をより容易に取り込みやすかったと思っておりますそう言っていただけるとありがたいんですが、はい、あれですねじゃあ覚えてるものも結構あるんじゃないですか <laughs> そうですねあの手の濃いとかそうですねすあ,のあれ皆さん覚えてるみたいで <laughs> はいあの、えー えー、ちょっとお恥ずかしい限りですが、でも、まあ、あのそれで記憶の定着のきっかけになった面は、はい、あのあ,あ,あ<そ>ってほしい,いそ。そうですね。はい。<laughs> あのお陰にあります。それでねあの無味乾燥なところがちょっとね、はい、見えるようになってくれればあの、はい、行ったかいもあるかなと思ってはいるんですが、はい、<laughs> それではじゃあ,、はい、あの。 一年目と比べて、こう、はい、すごく伸びた科目ってありました？そうですね。あの私は不動産投機票が一番伸びたと思っております。えっと実際その私自身土地木県調査士の資格 は合格ししてておりまして、えっと、司法書士を受ける前段階でその表題文に関する知識は少しは持っていたんですけれどもその実際司法書士が主に取り扱う権利に関する知識はやはりその登記の目的が異なるからか、えー、どういったものを目的として条文が定められているのかといったそういった た話があまり私の中に入ってこなかったといったところがありまして、えー、勉強する上でまた理解をする上で非常に苦戦したんですけれども、あのー、再度その実践力で網羅的に学び直しでかつ過去問も何度も解くことによって何せかわからないんですけれども突然その海の先生がおっしゃる通り霧が晴れたような状態になりまして。 えー、一気に理解が深まり、そこからコンスタントに点数を稼ぐことができたと思っております。あれですね、ずっとこうぐーっと、はい、低迷して、ぐーっと伸びますよっていう話。ですね。はい、すねじゃあ,あの、はい、伸びたっていうのわかりました。あのはっきりわかりましたね。もうでも一旦伸びると、はい、落ちなかったですね。そうね。はい、じゃコンスタントに点数が取れるようになって、はい、じゃあ。 1>, 1年目の時のその5号、五、はい、号科目への不安というのをだいぶ解消されましたからた実際、本試験の時に不登校、どれぐらい取る、はい、今年の不登校、非常に難しかったじゃないですか。そうですね、うん えいや覚えてる限りでいいんですけどあのそ,そこまでじゃ大こけはしなかったあそうですほ、ね、ほぼほぼ取れたようなはそれはいや今年の不動産の時はやっぱちょっとね難しかったので、はい、あの苦戦した人も多いんですけどただ<あ>そうやってあの問題が難しくなっても、はい、こけないっていうかそう大きく下がらないってことはちゃんと実力、はい、ねともに身につけてこ、はい、られたんだなというふうに思いますよ。あありがとうございますす、えー、それではあれでではか、い、今 受験生で結構、会社法が苦手っていう方が、はい、あの多いんですけど、会社法は最初からそこまで、はい、そうですねやはりその社会人経験があったっていうのと、うん、あとはその個人的な趣味で株式なども売買などもしていたので、<ー>そこまでその知識に対して取っかかりといいますか、その吸収しやすかったといったところはあるかと思います。うん じゃあ会社法に関してははそこまで苦手意識はなかったっう、ね、そうです、ねはい、いやあの今ちょうど実戦の会社法商業投票をやってるところで、はい、苦手な方たちがみんな悲鳴を上げているところだったのでと思ったんですけどあああのではその西川さんは一足先にこう合格されて、はい、あの今、ねはい、次の,、まあ、あの試験に向けて勉強している方たちに何かこうこれを伝えたいとか、はい、もしくはこういう勉強方法おすすめだよとか、はい、何かあればエールを 送っていいただければと思いますあ実際この実践力の講座を受講してあの私自身は合格することができましたなので実際この講座だけで合格する知識は十分に養えると思っております。 ただあのやはり試験範囲ですね非常に膨大でありますのでその力や知識を身につけることができるのかというのはやはり自分自身の努力次第になってくるるとところがあると思いますしかしまあやはりその難しい試験ではありますので何度も私自身もですね折れそうになりましたで他の受験生の方々も同様であると考えておりますので。 ただ、実際ひたすらにですね、えー、勉強に向き合うことができましたらば、確実に、えー、合格することができると思っておりますので、自分自身の力を信じて、えー、頑張り、えー、無事、えー、合格につなげられるように、えー、応援しております。と、え、も、ー、にですね、まあ、私自身も司法書士業界、まだ入ってはいないんですけれども、同じ業界で働ければ、えー、幸いだと思っておりますので、心待ちにしております。 はい、ありがとうございます。あの非常に、えー、心強いエールをですね。送って、えー、いただきました。あの今日はですね、えー、短い間でした。でした。けれども、も、えー、西川さんにあの貴重なお話を伺いました。どうもありがとうございます。ましたえー、これを、えー、聞いていらっしゃる皆さんの中でもですね。今一生懸命勉強していらっしゃる方たくさんいらっしゃると思います。そして、あのまたあの司法書士の資格に興味をお持ちの方もいらっしゃるかと思いますので、えー、ぜひですね。何かご相談等ありましたら、えー、レックのお近くのレックの窓口です。とか。 コールセンターなどにお問い合わせいただければと思いますそれでは今日は令和3年度の司法書士試験最終合格された西川さんをお呼びしてお話を伺いましたどうもありがとうございますありがとうございましたそしてご清聴どうもありがとうございました